フォロフォロになるんですね。はいどうもー、やみつきグルメ王子でーす。ということですね、そんな感じのまああれでね、2本目なのにもう結構限界なんですけど、限界ラバーズなんですけども、おつまみが足んないなと思ってまだまだ飲む気満々なので、メイシャさんのコンビニでね、ギャブギャブ飲めると、はい、お酒ギャブギャブ飲める、ワインギャブギャブ飲めるおつまみを作っていきたいと思います。はい、ということでですね、じゃあやっていきたいと思います。この動画どうしようもねえっていう感じで見てると思うんですけども、酔いどれの中で料理するのマジで気持ちいいですからね。この耐熱容器にコンビーフをねパコンと入れていきます。このまんま1分縮ます。それでバラバラを切っていきます。ブラを 25g ね、多分これ 25g ぐらいだと思うんですね。結構太いです。1分チンしたものがこちらになりますね。ちょっとねホロホロ乗ってますね。はい、ここにバッタドーンドーン、このまま30秒チンします。まあね、こんなねどうしようもない感じになってますけど、これでねこれでね、混ぜるんですよ。これだけね、加熱するとね、コンビーフがね、フォロフォロになるんですね。バターをね、よーく混ぜていく。そうするとね、だん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 バターが溶けていくんですね、これね。バターとコンビーフの相性は、この葉にて最強なので、胡椒はね、思ってる3倍削ってください。バターと黒胡椒の相性は、この葉にて最強なので。塩もね、今日はね、ちょっと強めでね、多分ね、小さじ5分の1ぐらいは入れます。はい。マジでマジでしていきますね。正直ね、このままパンに拭ってもめちゃめちゃうまいんですけど、パテドコンビーフって言ってるんでね、ちょっと型に詰めていきたいかなと。詰まっちゃってますけど。このまま冷まして保存していただいても結構ですし、このまま召し上がっていただいても結構です。パンをね、焼いていきます。8枚切りの食パンを用意しましたので、こちらをグリルでトーストしていきます。両面がいい感じに焼けるまで。こんな感じでこんがり焼けたパンを、まあ、4等分にしていただいてね、先ほど、作ったパンで、はい、でパンをですね添えていただいて完成ね。ブラックペッパーをかけましょう。はい、パテドコンビーフ完成です。はい、ということですね、できましたので、お酒がない、お酒がない、お酒がない。あ、これめっちゃ高い酒じゃん。俺が間違えた酒じゃん。お高いワインとね、いただいてみたいと思います。いただきます。あー、うまいっすね。28,000円ぐらいの味しますね。今回はそんなにね冷やしてないです。ちょっと生温かい状態で食べるんですけども、それでもね非常に美味しいので、たっぷりとパテドコンビーフを乗せたカリッと焼いた食パンをいただきたいと思います。いただきます。こんなのねうまいですよ。バターこんなに入っててコンビーフですよ。ほぼこれ僕の力じゃないですね。バターとコンビの力ですね。うんうん、このうまさはみんな体験した方がいいです。ワイン泥棒ですよ。コンビーフ界のトリックスターですね。うわー、たまらん。自覚いいです。うん、星3つです。自信持っておすすめできるメニューです。特にワインが好きな方、あーでもこれはねビールでもハイボールでもいけるな。ぜひやってください。登録